それに悪いのは、取材に夢中になって時間を忘れてたお兄ちゃんだから。この間回答祭があったでしょ？せっかくの機会だからって、お兄ちゃんがリーウェイに連れてきてくれたの。くー。お兄ちゃんとフレミネは、お腹空かないの？おはようございます、ゲート様！本当に、いいんですか？これはケイト様が食べるパンで、毎日私の部屋に届くものとは違って、白くてキメが細かくて、美味しそう！ねえ、お名前は何て言うの？私はアマのあかりだよ。そっか、ソフィーちゃんか。私ね、お人形さんが大好きで、本当に動くお人形さんがいたら素敵だなーって思ってたの。ケイタロウ先生、心霊スポット行こうぜ。知ってる。でも高確率で出る。モテそうな体してるから。もしもしスクエアですか？お宅の幻灯画先生がいたいけの私に。うへへ、どんなパンツ履いてんの？レッツゴールーノー。今回はどのくらいいるの？ゆっくりするんだったら遊びに行こうよ、二人きりで。ところでその子は？こんにちは、ミナちゃん。鍛冶屋の看板娘、ミレナだよ。よろしくね。私、黒岩って言うんだ。よろしく。お礼にはならんかもやっけど。やってみる？大丈夫、大丈夫。初心者でも簡単に釣るっけん。それは釣ってからのお楽しみ。釣れたら持って帰ってよかよ。東京はすごく人がおるね。神田川はよかな。写真撮らんと。かっこよかったですね。さっきはナミ君を助けてくれてありがとうございました。ご無沙汰ね。ティルティでいいわ。かしこまられるのは嫌いなの。それに身分もあなたの方が上でしょ。それでガン首揃えてゾロゾロピヨピヨ、何しに来たの？ドラゴンの呪いって何？もっと詳しく、早く詳しく。まあ、いろいろやらかしたの。貴族のくせにまともに魔法が使えないなんて、呪いとしか言いようがないでしょ。